さあガソリンをね入れましたよ。はい、ガソリンが高くなってるね。しかしまあそれでもね、千葉は安いのよ。あの海が近いから。154円、リッター154円です。でここ今入れたところはなんだっけ、バーコードクーポンみたいのがあるので3円引き151円になってます。うん、高い。珍しくねちょっと夜走らせてますけど、画面があれかな、画面はちょっとどうかな、なんかくすんでるね。ちょっとカメラがね、湿気なのかな、うん、ちょっと曇ってた。あ、花火やってる。今映ったかな、カメラに。右側の方なの、ほら今ちょうど屋根で見えないな。なんで花火やってんだ、音何も鳴ってない。右側ね、うん、ちょっと今この道だと分かんないかな、壁があるんで。あの久しぶりにちょっと夜走らせてますっていうのもね、今日土曜日なんですけど、まあ、仕事終わりで、皆さんねゲオセールの動画を上げてらしたので、まあ、私はね第3弾の29日以降の55円セールの時にでも行こうかなと思ってたんですけど、実は200円以下に関しては 80% の方が 80% 引きの方がお得ですよだとか、補充されてる店舗もありますよと、ソフトがね、うん、まあ、そういった話もちょっといろいろ聞いてて、まあ、明日行ってもいいんだけど、もうちょっと久しぶりに夜中行ってみようかなと思って。日曜日お休みなんでね。あ、月もね綺麗に出てるわ。月、あ、ほら花火、ほら映ったね、今映ったね、右側あったね。なんで花火やってんだろうね。うん、まあ我慢しきれずと言いますか、まあ明日休みなんでちょっと行ってみようかなというところで、今ガソリン入れてねちょっと向かっております。昔はね、若い頃なんかはもう友達と遊びに行くとほんとね深夜まで遊んでたりしてたんで、夜中にねよく出かけたりとかそういったこともよくあったんですけども、今はもう遊びに行っても結構早い段階で解散したりとかね。あ、花火がほら右下の方にあって、なんだろうな、ほらちょっと今見えてるね、うん、ほら見えてるね。あ、結構バンバン行ってる、バンバン行ってます、バン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 です。ほらすごい行ってるな、テンション上がる。うーなんで花火やってんの、あそこなんだろうな、場所何があるんだろう、多分ゲリラ的にやってんだろうね。こう今まあ緊急事態宣言は明けてますけども、やっぱり人が集まっちゃうといけないだろうから、やべ気持ち悪いテンションの上がり方したわ。ほら何、ほら何ですか、向こうの方向かって走りたいな。お、玉屋ですよ。もうゲオどころじゃなくなってるな。ゲオは行くんですけどね。いやー上がらないかな。月はちょっと今雲で隠れちゃってるな。でもさ、こうやって知ってる道でもさ、夜走るとさ本当にね途端に牙を剥いたりするからね。こうやってちょっと、あ、今ちょっと角度が左側にそれちゃったからな、もうちょっとこの角度だと花火見れないだろうな。うん、まあここでね右側に入っていくので、また角度は花火寄りに行くんですけども、すごいね。あ、月がちょうどね雲からね少し見えてるのがまた風流なんだけどね。ちょっと道悪いんでごめんなさいね。夜だとどこまで乱れるのかな、うん、あ、ちょうど真ん前だわ。ただあの塀があって見えないな。今花火の頭がちょっと見えた感じ。方向的に言うとやっぱりユーカリが丘とかあっちの方だな。どう行けば見えるかな。どっちみち
ほら、見えた見えた見えた。左側ちょっと見えたね。左側ちょっと見えましたね。ほらほら、ちょうど今真ん前ぐらいよ。ね、花火見えてるね。あそこはな、あ、音が鳴る。ここまで来ると音が鳴るわ。どうしよう。道としてはね、左に曲がりたいんだけど、花火としてはまっすぐ行きたいね。どうです？気をつけないともう暗闇から人が出てくるわ。お、外に出て花火撮ってる人もいるね。ほら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 、あ、星に花火が星の形になったよ。ほらほら、何のテンションだろうね。危ない、もうちゃんと気をつけて、ドライブ気をつけて。ちょっとまっすぐ行こうかね。え、あえてまっすぐ行こう。なんかハザード帯で止まってる車もいるんだよな。あの道に止まってなきゃいいけどさ。うわ、花火見れると思わなかったな。来てよかったわ。ちょっと信号とかいろいろ邪魔だけどね。とりあえずこの信号越えちゃえば、信号のあの明かりはなくなるから、暗闇に潜む花火を楽しむことができますけども。ほら、とりあえず今後ろがいないからゆっくり行こう。ほらほらほら、花火が綺麗だな。あそこね、テニスのコートとかあるとこなんだよね。それよりもうちょっと、あ！すごいすごい。ほら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 、特等席が言えなかったけど。ほら、ゆっくり行くよ。親父ゆっくり行くよ。だって後ろ誰もいないからね。はい、親父ゆっくり行きまーす。はい、もうここまで行くと、ほら、これに止まってんのはみんな花火見てますよ。うん。私はもう後ろいないですよ。もう間違いなく後ろはいない。あれ、これどっち曲がるんだっけな。あ、このもう一個先だな。ここで曲がっちゃうとね、袋小路の行き止まりになっちゃうんでね。ほら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 、花火がほら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 、ちょっと人が今後ろ誰もいないで止まってます。ちょっと今後ろ誰もいないで止まってます。今ほら、こうメインです。今まだ後ろ車がいません。ちょっとずつ車が近づいてきました。さ、もう車が近づいてきたんで私曲がります。はい、見え曲がってしまいましたけど、どうでした？花火どうでしたか？ちょっとうるさいね、親父うるさいね、ちょっとね、ごめんなさいね。あ、テニスより全然向こうだな。あれ、場所どこだろうな。ほら、ここで止めて見てる人もいるわ、右側ね。お、綺麗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 。綺麗ですよ。うん。うん、でもまあ、ユーカリの方だね。どこになんのかな。はぁ、なんかちょっと疲れたな。もうこのまま帰ってもいいぐらいのテンションになってんな。いや、よかった。花火なんかなかなか見る機会ないからね。まあ、普段であってもね。普段、どこだ？普段何もない時でもね。あれ、どこだ？あ、行き過ぎたか？あ、行き過ぎてないか。ここか。普段さ、何もない時でもさ、行かないのよ。あれ、ここじゃないわ。間違えた。ちょっと戻るね。よし、間違えたので、もうちょっと花火見れるかな。あれ、どこだったかな？花火にテンション上がっちゃった。話もどこまで話してたか分かんなくなっちゃった。いつも明るい時に来る道だからね。ほら、月が見えるよ、今度は。ほら、左側、あ、屋根で隠れちゃった。もうちゃんと曲がんないとね。これか。ここですな。うん、お、ほら、ほら、花火がすごい。この道花火がすごい。本当はね、途中で左に曲がりたいんだけど、ごめんなさいね。通行人の皆様ごめんなさいね。本当はね、ここをね、左に曲がります、私。本当はここ左に曲がるんですけども、ちょっとまっすぐ行きます。なぜなら花火ですから。あ、でもこれはなんか煙しか見えないな。ちょうど見えないのかな。ちょっと気をつけてくださいね。お嬢さん気をつけてください。親父が通りますよ。はい。はい、お兄さんたち気をつけてください。はい、親父が通りまーす。はい、親父が通りますよ。はい、なんか花火が見えないまま曲げさせられちゃったね。てか、この道どこでしょう
この道どこでしょうか。親父はゲオにたどり着くことができるんでしょうか。今日の目的はゲオセールのはずなんですけど、よし、とりあえずゲオに行かないといけないからな。でも花火花火終わったのかな。ちょっとみんな帰ってるね。ちょっとこれどこに行ってんの、私ちょっとどこに行ってんの。一回もう止めます。ここで曲がっとこう。もうここで曲がっときゃ多分知ってる道に行くわ。じゃあもうちょっと花火はもうないと思うんでね、ちょっと一回ゲオに行きます。とりあえずね、まあ、本線というか、まあ、ちょっとゲオとは離れた道なんですけど、まあ、本線にね、行きました。でもやっぱり夜のさ、ちょっとしたこのドライブってちょっとテンション上がるな、やっぱりな。結構夜中に車走らせるって、友達と出かけたりとか、まあ、一人 でドライブする時もあったけども、やっぱりね、次の日が休みの時とかですよね、やっぱり多いのはね。うん。そういった時に車を走らせるわけなんでね。とてもテンションが上がってたわけですよ、当時は。だからそういった思い出も込みでね、私のテンション上がってます。前の車ライトが黄色か緑になってんの、あれな、フロントのね。やっぱりね、ここら辺ね、ちょっと花火が見える場所なんだろうね。やっぱりね、人がすごい多いわ。ほんとここら辺で上げてたのかなっていうぐらい人がすごい今多いです。なんかね、この道ね、めっちゃ混んでるわ。多分ね、花火やるっていう情報があったんだろうね、ここら辺ね。で、まあ、ここ、場所的に考えると、ここじゃなくて、もうちょっと離れてるところだと思うのね。ふるさと広場だとか、これだとどうかな、ふるさと広場、らへんかな、まあ、そこら辺だと思うんだけど、印旛沼までは行かないと思うんだよな。まあそれ関連でちょっとね、車が混んでるね。まあここ抜けちゃえばね、大丈夫と思うんですけど。はい、ってことでね、まあ空いてきたわ、横道入ったら。まあここからね、途中右折してゲオ方面に向かっていくんだけど、296がちょっと混んでる可能性あんのよ。そこちょっと覚悟しながら走っていこうと思います。はい、ってことでゲオに到着します。ゲオに到着しますよ。とりあえずここはね、プレステ2とかは結構ある店舗なのよ。問題は第1弾のゲオセールの時にね、第1弾のゲオセールの時に行ってないのよね。50% オフの時にね。だからその時にどこまで売れてるかってとこなのよ、正直な話は。ただまあ、PSP もプレステ2も ここには結構な量置いてあります。ちょっとね、まあ、楽しみ、微妙なとこかな。ちょっと見てきたいと思います。行ってきます。